そうですね。でもこの今回は僕のアニメのおじゃ魔女ドレミの、作品でちょっとナンバーを作りたくって、でそれをこうどう現実化にしたらいいかをめちゃめちゃ考えて、で一旦作ったんですけど、あ、なんかだんだん欲が出てきて、あ、もっとこうしたいなとかいろんな思いがあって、でそれがやっとこう現実になって、頭の中にできてたものが現実のものになって、ああやっぱりこれだなっていうのがなんか一致して、なんか頑張って作ってよかったなと思いました。僕のナンバーは基本的に衣装と小道具を徹底的にこだわりたくって、これもあのプロの衣装の方に作っていただいて。そうなんですね。そうなんですよ。僕は作ってないんですけど、これ作っていただいて一からで、で分かる人ね分かるんですけど、すごい忠実に作っていただいて、20人分作っていただいて、あと衣装も全部一から生地から全部僕がこう、これは何色でこれしてほしい、何枚欲しいとかっていうのをやって、まあ、僕は作ってないんですけど、一個一個こだわって、もう見た目から可愛いっていうのが毎回僕のナンバーのこだわりで、今回もいい、今回は今までで一番こだわりました衣装と小道具、はい、作っていただきました。